お互いの親も激ですえっと引っ越しはあんまりしない方がいいと思いますよしなくていいんだったら。結局あのある程度その友人関係っていうのが長期的に渡った方がええー、なだから楽しい幸せそうな人が多い気がするんですよね。えっとこれあの偏見も含むので正解かどうかは分からないんですけどあの長期的な人間関係を多く持ち続けてる人の方が幸せになる確率が高いんですよ。 でこのあのっていうの自体はあのハーバード大学が70年ぐらいあの調査してるあの研究結果であるんですけどただあのハーバード大学に通ったようなやつらを70年間調べているのでそのあのまあマイルドヤンキーと言われる人たちとかその田舎の人たちとかそんなに頭の良くない人たちはそうじゃない可能性もあるんですけどとはいえやっぱりその人はなぜ楽しいと感じるのかっていうと。 割とその仲のいい人と何か面白いことをした時にあのお互いに幸せを感じるという構造があるらしいんですよ。でおいしいもの好きって言ってあのなんかグルメの人っているじゃないですかで僕が知る限りあり1人でグルメで食い続けてる人って多分1人ぐらいしかいないですよね。要はあのグルメでおいしいもの好きおいしいもの食べるの好きって言ってるやつって必ず知り合いとこうとするんですよ。 おいや美味しいものを食べるの好きなだけだったら一人で食えばいいじゃんでもなぜかおいしいものを食べるの好きって言ってるやつって知り合いとか友達とか彼女とか家族とかと一緒に食おうとするんですよだからそれお前おいしいもの好きなんじゃなくておいしいものを誰かと食うのが好きなんじゃんっていうので実はそのグルメじゃなくてなんかそのコミュニケーションで言ってるだけなんですよその一人誰っていうので、ね、えっ、ー、とねあの 今ちょっと職業違うかもしれないですけど昔日興証券にいたあのラーメンの本を出してるグルメの方がいらっしゃってでその人って一人でで食いに行くんですよあのねなんかラーメンの本で1日にあの1年間で200杯ぐらいラーメン食っててラーメンの本出してて。 であの割と有名な千波吉帳っていう料亭とかも一人で行く人なんですよ。だその一人で行ってあのこういうものが美味しいなっていうのを一人で味わって美味しかったって言って帰ってくる人なんですよ。あの渡部さんじゃないですはい。<laughs> あのは有名な人なんですが川,川田さんって人なんですけどはい。<laughs> だからただっていう人ぐらいしか僕知らないんですよね。いや美味しいものを一人で食べて楽しかったって言ってる人。そのあのあ まあいろんなんですよだからそのなんか「じゃあワイン大好きです」って言って「ワイン買い」みたいなのも行くる人いるんですけどやっぱねみんなね人とつるむんですよだから実はねおいしいもの好きとかグルメって言ってるやつってあのコミュニケーション好きなんですよなのであのそのそ人が何を幸せと感じるかっていうので結局他の人とのコミュニケーションっていうので幸せを感じるって井之頭さんはすごいマニアックなんですよねはい。